フィールンハイム、フィールンハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシトラーセ軍に属し、マンハイム周辺の中規模工業都市の一つで、大都市経済集中圏である、ラインイコールネッカンイコールドライクの一角をなす。この都市は、ベルクシトラーセ軍で2番目に、大きな都市である。1994年に、エネルギー節約のモデルプロジェクトに参加し、 ブルントラントスタットの称号を得ている。フィールンハイムはオーバーライン地交代に位置する。ヘッセン州に属すものの西、南、東をバーデンイコール、ビュルテンベルク州に囲まれている。フィールンハイムの森の北側に位置するラムパートハイムからヘッシェスリートが始まる。フィールンハイムの東はバインハイムである。この町をベルクシトラーセが通り、 オーデンバルトの入り口にあたる。フィールンハイムの北は、ラムパートハイム、ヘッセン州、北東に、ヘムスバッハとバインハイム、南には、ヘッテスハイムがある。以上3市町村は、バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー。また、西は、バーデンイコール、ビュルテンベルク州に属すぐ独立市のマンハイムである。フィールンハイムは、 カロリング町の王領から発展した。777年のロルシュ修道院の記録集で、ある、ロルシュ文書に初めてワインハイムの名前が記録されている。1165年に寄贈によってこの村は、ロルシュ修道院の所領となった。この修道院の所領は1232年に、マインツ大司教の所有に移された。だが、フィールンハイムが、マインツ領となったのは1308年からであった。 その後、この村は1439年にシェーナウ州同院に市入れされ、1533年にはプファルツ選定校に売却された。30年戦争後の1650年に再びマインツ選定校領に戻されたが、1803年の帝国代表者会議主要決議に基づいて、ヘッセン大校領とされ、1918年にヘッセン州となった。この村は、 はじめアムトフォークタイロル州地方行政区分の管轄下に置かれた。1821年に新たな行政機構としてラントラーツ別力が創設されるとフィールンハイムはヘッペンハイムの管区下に置かれた。1832年から1839年には一時的にベンスハイムの管区に編入されたこともある。1848年にヘッペンハイムが創設されると これに編入され、さらに1938年には、ヘッペンハイム軍とベンソハイム軍が合併し、現在のベルクシトラーセ軍に統合された。1948年にこの町は、ヘッセン州から都市圏を与えられた。19世紀の終わりまでフィールンハイムは農村であった。1852年の大凶作とその後の飢餓によって458人の住民が、来た。 アメリカに移住した。工業化と1887年のオーバーライン鉄道の開通がこの街を労働者のための住宅地となし、多くの住民が近隣のマンハイムやバインハイムに勤めに出るようになった。とはいえ、多くの労働者たちは副業で農業を続けてもいた。フィールンハイム自身の工業化は1905年の鉄道バインハイムボルムス線開通によって始まり、 第二次世界大戦後に加速した。これに伴い人口も急速に増加した。三つのアウトバーンに面した交通の便が良い場所にあることから、この町は中規模の工業都市へと拡大していった。1994年にはエネルギー節約のモデルプロジェクトに参加し、ブルントラントシタットの称号を得た。フィールンハイムは長い間マインツ大司教の支配下にあった。 15世紀から16世紀には、アウクスブルクの宗教和議に基づき、両主の交代に伴って住民は7回も回収せねばならなかった。マインツ選定公領に服して、あとはローマカトリックに固定された。20世紀の初めになって、プロテスタント移住者が多く移り住んできた後、初めてプロテスタント教会が組織された。現在、フィールンハイムには、マインツ主教領、 ベルクシュトラーセ西首席主催区に属す4つのカトリック教会組織がある。また、2つのプロテスタント教会組織は、ヘッセン及びナッサウプロテスタント教会ベルクシュトラーセ南管区に属している。二大キリスト教会のほか、フィールンハイムには自由福音派教会、バプテスト教会、新首都派教会、エホバの承人といった教会組織がある。フィールンハイムには、 国家社会主義の時代以降、ユダヤ教会は存在しない。1827年8月31日にヒューゲル通りに完成したシナゴーグは、1938年11月10日の SA と一部の市民参加者による11月放棄によって破壊された。フィールンハイムの市議会は45議席からなる。市の代表者は6年ごとに直接選挙で選出される。 市長が務める。1997年から在職する現職の市長はマッテアス・バースである。次回の選挙は2009年に予定されている。第二次世界大戦以後の市長を列記する。文章は1926年に制定された。上部にはヘッセンの死地が描かれており、ヘッセン州の町であることを示している。下部は左右に分割。向かって、 左は、マインツの水車で、長くマインツ選定工領であったことを表している。向かって、右は、フィールンハイムの古い町のマークでもある図案化された、数字の4が描かれている。これは、町の名前バインハイムの前の部分ビア、ドイツ語で4に由来するもので、町の名前を暗示している。しかし、実際にはこの町の名前は4という数字とは、関係がなく、 古い高知ドイツ語のファーニー、古い大昔からまたはケルト語のベルノス、ハンノキに由来するものである。フィールンハイムの死の旗は青白赤である。フィールンハイムはマンハイムとバインハイムを直接結ぶアウトバーン A659 号線沿いに位置する。この他に A5 号線、A6 号線、A67 号線の3本のアウトバーンが利用できる。 フィールンハイマークロイズ、フィールンハイマードライエックという二つのアウトバーンのジャンクションがあることで、フィールンハイムは交通量の多い街として知られている。フィールンハイムは狂気鉄道とバス路線で近隣の都市と結ばれている。電化された狂気鉄道、オーバーライン鉄道、略称エッグ、現在はライン 5R と呼ばれている。はその路線の大部分が 路面電車として運行されている。この鉄道は、1887年以降、マンハイムだけでなくバインハイムやヘーデルベルクまで運行されており、ラインイコールネッカー交通 GMBH によって運営されている。ラインイコールネッカーバス交通は、バインハイム、ラムパートハイム、ボルムス行きのバスを運行している。さらに、フィールンハイム市交通局が、 V バスと呼ばれる日本のシバス路線を運営している。すべての公共交通運営会社は、ラインイコールネッカ交通連盟に加盟している。フィールンハイムは1905年に開通した鉄道、バインハイム・フィールンハイム線の終点である。この鉄道は、もともと、ダムパートハイム経由で、ボルムスにまで通じていた。ベシュニッツタール鉄道がこれに接続してボルムスまで走っていた。 しかし、需要の低下により1960年に全路線の旅客鉄道が廃止された。バス路線が設けられ、フィールンハイムとラムパートハイムの間の軌道施設が撤去された路線跡は現在森の中の林道として識別できる。バインハイムとフィールンハイムの間の貨物路線だけが2002年末までドイツ鉄道によって運営されていた。2004年7月からは、 MVV の子会社カトレインが貨物列車の運行を再開した。旧駅舎は現在、トレフ・イムバーンホフと呼ばれる市の余裕、対話施設に場所を提供している。フィールンハイムは多くの中規模企業がある、工業団地が4つある。最もよく知られているのは、1972年にオープンし、地域を超えて有名なショッピングセンターのラインイコールネッカーイコール、セントムである。 フィールンハイムには2つの地方日刊誌がある。フィールンハイムでは、以下の無料の広報誌が毎週配布されている。フィールンハイムは、以下の地方局、地方紙の受信、配布サービスエリアである。この他に、基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校がある。近隣の大学は、マンハイム及びハイデルベルクにある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。